非株式会社の小田さんによるアクティブレコードコネクションアダプターについて私が知っているいくつかの事柄をご覧いたします。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、アクティブレコードコネクションアダプターについて私が知っているいくつかの事柄ということでお話をさせていただきます。レイルズカンフの2018年で BHH が言ったのは、まずコンセプチャルコンプレッションということがあって、まあ、初心者は SQL を知ることがないよね。知らなくていいよね。まあ、ハレルヤ、おめでとうみたいなことを言ったんですけど、まあ、コネクションアダプターっていうのも、まあ、コンセプチャルコンプレッション、まあ、圧縮されて知る必要がないであろうっていうことの一つです。なので、普通皆さんがこう知る必要ないことではあるんですけれども、まあ、この20分間の間ですね、まあ、知らなくていいことを、まあ、覗いてみる時間として取ってみてはいかがでしょうか。で、私はですね、本田康雄と言いまして、GitHub とかではヤホンダとかで、オラクルエンハンスアダプターのメンテナーと、あとはレイルズにいくつか、バッジを送ったりしています。で、まあ、よく行くミートアップは浅草 RB ですとか、あと OSS バッジ借りて、仕事はフリー株式会社でエンジニアをしております。で、今日話すことなんですけど、まあ、レイルズがサポートするデータベースについての紹介と、あとデータベースごとによる、まあ、振る舞いの違いをどうやってレイルズが吸収してたりしてなかったりするのか。あと、まあ、レイルズ6で起きる変化についてお話しします。で、話さないことなんですけど、まあ、オラクルエンハンスアダプターの話は今日はしません。で、コネクションアダプター以外のアクティブレコードの話もしません。リレーションの話は一切できない。あと、レイルズアプリケーション開発の話は出てきませんので、これによって、こう、明日からレイルズアプリケーションに役立つみたいなことは全然ありません。ここはご理解ください。で、まずですね、現状、レイルズをサポートしているデータベース、標準でサポートしているデータベースなんですけれども、これは、データベース本体と、あと、アクティブレコードのデータベースアダプターと、あと、それに関連すると、ジェムの組み合わせになっています。SQLite の場合ですと SQLite Adapter と SQLite Engine。MySQL の場合ですと MySQL Adapter と MySQL Engine。まあ、Postgres の場合は Postgres と PGGEM ということになります。この組み合わせで Rails はサポートしているということになります。Rails 5.2 で、サポートされているデータベースのバージョンが厳密に言うと何かというと、MySQL が 5.1.10 以上。で、Postgres が 9.1 以上です。で、SQLite は、5.2 の時点では実は決まっていないということが、あります。じゃあ、too old はあっても、too new、要するに、まあ、新しいバージョンについてどこまでサポートしているのかということなんですけれども、実はこれはと定義されていません。なので、ということは、Rails 5.2 で、サポートされて、これちょっとあえてダブルクォートでくくってますけど、サポートされているバージョンというのは何なのかというと、MySQL の 5.1 から 8.0。あとは、まあ、一応これ、サポートってダブルクォートで囲ったのは、まあ、多分、ちょっとこれ説明しにくいんですけど、it should work ぐらいの意味で、厳密なベンダーによるサポートマトリックスが定義されているみたいな世界ではあります。で、そういった新しいですね、MySQL 8とか、Postgres の10とかに、とりあえずはどういうふうに対応しているのかといったところについて、具体的な変更例をお話ししていきたいと思います。これらがですね、データベースのバージョンと種類、種類とバージョンごとに分けて、レイズに対して、あるいはデータベース本体、もしくは関連チームに対して行われた変更の例を説明していきたいと思います。で、まず、MySQL の 5.7 なんですけども、これが多分一番世の中的には大きい影響で、MySQL の 5.7.3 からですね、プライマリーキー、というのとデフォルトヌルっていう組み合わせがエラーになるようになりました。でこれまでは無視されていたんですけれども、でちょうどですね、Rails の確か 4.0 以前はマイグレーションが生成するプライマリーキーっていうのがまさにこの条件にドンピシャにはまっていたので、int11 のデフォルトヌルオートインクリメントぐらいになりました。でこれ修正自体非常にシンプルで、まあ、デフォルトヌルを削除することだけがなっているんですけれども、これも非常に影響の大きい変更ではありました。で次、MySQL の 5.7 の2番目なんですけれども、これはですね、
マイスケールの 5.7.6 から、オプティマイザースイッチに、ね、デライブドマージオンというのがデフォルトで入って、同じ DML の中で更新対象のテーブルをサブクエリの中で参照できなくなっています。で、フィックス自体はサブクエリに対して必ずディスティンクトを付与することによって、まあ、マテリアル化する、まあ、別なテーブルにするということで回避しています。で、19359、これは私がやったフィックスなんですけど、22241でもっといいフィックスが入っています。で、まあ、これは、まあ、MySQL 自体の変更ではあるので、まあ、バグ登録をして、MySQL 自体のリファレンスにも載せてもらうことができました。で、MySQL の 5.7 の3つ目。で、MySQL の 5.7 では、ショーコンパティビリティアンダーバー56オフという、変数がデフォルトで入るようになって、ドレイルズが使っていたですね、ショーバリアブルズ、ドットドットウェアというのがエラーを返すようになって、で、これは、セレクトアットマットに書き換えをして、なんとか修正しているというところになります。ここまでが 5.7 の修正ですね。で、次、MySQL の8なんですけど、ですね、これがちょっと一番めんどくさくて、MySQL の 8.0.1 から、ですね、ここからですね。ですね。Rails 自体が、まず、最大値が4バイト以上のキャラクターセット、UTF-MP4 とかですね。そういったキャラクターセットの時に、AR インターナルメタデータですとか、スキーマンマイグレーションっていう内部テーブルのバージョンズっていうカラムに対してですね、インデックスを作ると、4バイトで4倍にされてしまうので、それが、MySQL は作ることのできるインデックスの最大値を超えていた。という現象があったので、バージョンに、キャラクターセットに応じて、コレーションをですね、こう変換させるという処理を行っていました。なんですが、実はこれは、MySQL 8.0 以降、まあ、もっと厳密に言うと多分 5.7 以降で、すでにそのフォールバックが必要なくなっている、InnoDB のストレージエンジンの上で作ることができるインデックスの最大値はすでに3072バイトになっているので、そもそもフォールバックが不要になっていた。いったことと、あとはまあ、MySQL 8.0.1 で、新しいコレーションとキャラクターセットが入ったので、そのフォールバックルールに合うコレーションが MySQL 8.0 では存在しなくなったというのがあります。あとこれ、ちょっと本当に細かいネタなんですけど、一応 AR インターナルメタデータという名前を付けたのは、これは私です。はい。本当どういう意味でだし。で、次 MySQL の 8.0 の。でこれはですね、Rails の問題では実はなくて、まあ、出たのは Rails の問題で分かったんですけども、MySQL の 8.0 から、一番大きな変更の一つとして、.frm ファイルがなくなって、テーブルの定義自体用途、データディクショナリーに持つようになった。まあ、その余波かと思われるんですけれども、一つのテーブルに二つのフォーリンキーが貼られていたときに、インフォメーションスキーマから一つしか検索されないと。いった問題が、まあ、Rails のユニットテストを実行することによっては、だけの事象になりました。こちらもですね、MySQL の方にバグ登録をして、どこかの DMR、いわゆるこう一般的にベータバージョンですね、で修正されて、MySQL のプロダクション、8.0 のプロダクションまでには修正されていることになっています。あと修正されています。MySQL の 8.0 の3つ目。で、これもですね、Rails 自体ではなくて、あと MySQL 自体でもなくて、MySQL 2GM の変更になります。で、これはですね、MySQL の 8.0.1 で、MyBool という、MySQL 専用のブーリアン型が、廃止になっています。で、修正としては MySQL 2GM の方ですね。MySQL 2GM の方に、MyBool をブールに置き換えると。で、それを含む Fix を 0.4.6 というのでリリースしたことに、よって修正されています。で、ここまでが、MySQL のに関連する、Rails もしくは、データベースとか GEM の変更。で、次、Postgres。で、Postgres の10なんですけども、これが多分、Postgres 的には一番大きい変更で、Postgres の10からですね、各シーケンスオブジェクトが、インクリメントバイトっていう、いくつずつ値が増えていくのかっていう値を持たなくなって、で、PG シーケンスというカタログから取得するようになりました。なので、まあ、修正したらとってもシンプルなんですけど、Postgres 10以上だったら PG シーケンシーズから値を取得するように変更されています。
で、ここからはですね、さらにこう細かいんですけど、レイルズは、一応ですね、MySQL2 データ、MySQL2 アダプターを経由して MariaDB への接続も、サポートしています。で、最新の GA リリースが 10.3 で、10.3 も動作するようになっています。で、まず MariaDB の 10.3 で、MariaDB 自体がですね、Oracle の互換機能というものを非常に大きく打ち出していて、language というファンクションがオクテトレンス、これはバイトですね、language を返すというように、ノーマルで変換するようになりました。で、これは、MySQL 自体とは異なる動作で、MySQL の場合は、language をオクテトレングスに変えることもないし、オクテトレングスはオクテトレングスもあるのか、ちょっと覚えてないんですけど、とにかく MySQL とは異なる動作になって。で、修正自体は、MariaDB を 10.3 に従ったテストコードを変更している。で、次、MariaDB の 10.2。MariaDB 10.2、これが結構一番大きい変更だったかなと思うんですけども、マルチカラムかつユニークインデックス。複数のカラムでユニークインデックスを作っているときに、一つのカラムをリムーブカラムしようとしたときの動作は MariaDB 10.2 で変更になっている。で、何を言ってるのかというと、MariaDB 10.2.7 以前、あとすべての MySQL は、その削除しようとしているカラムが削除されて、残りのカラムで単一カラムをインデックスとして残る動作になっている。ちょっとユニーク性が保たれないと思うんですけど、そこはどうなっているのかはちょっと覚えていません。で、MariaDB の 10.2.8 以降は、これはカラムの削除が許可されないという、まあ、非常に真っ当な動作になっています。ただし、エラーメッセージは、キーカラムハットサイズダーズンテクストインナーテーブルということで、まあ、多分、リムーブカラムするときに、そういったプライマリーキーで複数カラムになっているカラムを隠しているんだと思いますけども、そういった実装が透けて見えるエラーですね。で、ポストグレスとオラクルの場合は、カラムは削除されて、複合インデックスの全部がロックされる。という仕組み、細かい違いがあります。で、まあ、データベースのアダプターがどこまでデータベースの違いを吸収するのかというところなんですけれども、基本的には、データベースに、まあ、発行された SQL に応じてデータベースがどう動くかっていうところについてはもうデータベースにお任せをしていて、そこをあえてアクティブレコード側でアクティブレコードのあるべき姿として変えるということはしていない。と思います。ということを私がこの86の街というイシューでアップデートして回しされていくことに見てみてください。で、ここまでが新しいデータベースのサポートなんですけども、まあ、まとめてみると、まずですね、フィックスは、データベースが GA 一般公開になる前に行われています。MariaDB はちょっと違うんですけど、Postgres ですとか、MariaDB の、あ、ですね、MySQL の場合はベータ版もしくは DMR 版の間に全ての修正が行われています。あと、まあ、フィックスがですね、データベース本体だったり、関連ジェムだったりすることもあります。で、まあ、幸運なことにですね、議論ですとか、ソースのコードの変更というのは全て、公開されていることが多いので、そういった一時情報へのリンクをですね、GitHub の issue とか、pull request の書いておいて、議論を積み重ねていくっていうところが、特に、Rails 以外のところで、issue を戦わせていくにおいては非常に重要になっています。で、あと、レイズ以外で問題を報告する場合には、その言語で行ってレイズは使わないようにしています。例えば、MySQL の先ほどのコーリンキーが複数あるものが一つしかレポートされないというスタイルケースは、レイズのテストスクリプトを生成する SQL だけを抜き出して、スケール分だけで作るように心がけています。心がけているかってやってます。はい。で、あと、修正に至らない場合であっても、少なくとも再現ケースの特定はしておくとですね、まあ誰か、まあもしかしたら未来の自分だったり、あとは他の誰かだったりがやってくれることもあります。で、あと大事なのは、デフォルトで動作させる必要があるということですね。先ほどフラグをいくつかオンにする動作によって MySQL の保険が変わるという話をしましたけれども、Rails のように非常に広く使われているフレームワークの場合、パラメータ変更してくださいっていうワーカーランドをリリースモードに書くという修正だと、無理ですね。イシューとかスタックオーバーフローに非常に溢れてしまうと思うので、デフォルトでどうにか動作させる必要がある。なので、スケールとしては単純な動作であっても、
フレームワークのバージョンアップが必要になったりはします。あとですね、先ほどサポートされているであろうデータベースバージョンを話しましたけれども、ここはですね、データベースバージョンが提訴されているものを挙げました。Postgres の 9.2、9.6、MySQL 5.6、MariaDB 10.3、SQLite の8.8。ということでお分かりかと思うんですけど、サポートされているであろうデータベースの全部のバージョンがテストされているわけではないですね。Postgres の10のプルリクエストは、一応ですね、ネイティブパーティションサポートの変更とともに、プルリクエストをオープンされていたりします。なので、こういったことも、起きます。Rails 5.0 がですね、サポートしている MySQL 5.0 には存在しないですね、インフォメーションスキーマのリファレンシャルコンストレインツを利用していたフィックスがあって、でそのせいで、MySQL Rails 5.0.1 で、ボーリンキー関連が動かなくなってしまったということがあって、なので 5.1 からは 5.1.10 以上をサポートするように変更されています。はい。で、またちょっともう一回改めて、コネクションアダプターはデータベースごとに何がハンドルできて何がハンドルできないのかということですけれども、まあ、簡単に言うと、まあ、SQL を作って実行するところまではどうにかできる。なんですけど、その SQL、実行された SQL がどのように振る舞うかといったことについては制御できない。もしくは制御することはしていないということがあります。で、一つの例として、アンロックミニテストっていうのがありまして、Rails の29271というところで、ここでですね、ミニテストを 5.3.3 から 5.10.2 にバージョンアップしています。で、5.3.4 でですね、ミニテストがテストケースをランダムに実行するようになっていたんですけれども、これ以前は Rails のフレームワークのユニットテストというのは非常に順序に強く依存していたので、バージョンアップできなかったというのがあります。で、これの一種自体非常に興味深いんですけれども、最も私が興味深かった印象を紹介、修正を紹介します。これがですね、MySQL だけでエラーになる例で、特定の順序かつ MySQL だけで発生します。で、同じ順序でも Postgres と SQLite では発生しなくて、で修正はとても分かってみればシンプルで、まあ、テストの場所を打つだけ。で、これ発生した理由があってですね、この特定のテストを実行しようとすると、そのセットアップが実行されて、そのセットアップの中でデベロッパーのアップデートカラムズのアップデートアットを1ヶ月前に更新して、で、その次のテストで、クリエイトテーブルとクリエイトインデックスが実行されると、デベロッパーズアップデートアットが暗黙的にコミットされます。ここが MySQL だけです。で、次のテストでたまたまですね、同じデベロッパーファーストのアップデートアットのカラムの値を比べる。まあ、この2つのテストは独立しているんですけれども、使っていたテーブルと使っていたカラムが同じだったので、値が違うということになってしまっていて、で、同じ理由で以下のテスト2つもフェイルしていました。で、修正はですね、select.useTransactionalTestFalse ということで、毎回フィクスチャーをローするし直すことにしています。で、起きた理由は MySQL は DDL の発行時にですね、暗黙的にコミットを発行する。なんですけども、Postgres と SQLite はしない。ここの違いですね。なので、ここは Rails が吸収するところではないということになっています。はい。最後、Rails 6。で、Rails 6ではですね、まず、先ほど定義されていなかった SQLite のミニマムバージョンの 3.8 になります。で、これはなんでか、何のためかっていうと、SQLite 3のデータベースアダプターで、フォーリンキーに貼られていたテーブルをフォルターテーブルできるようにするため、ということのためにやっています。で、そのために遅延制約を、設定する必要があったんですけども、それがサポートすることができたのは 3.8 からだったので、このように、下のリミットを切っています。で、あとさ、コネクションアダプターだけではないんですけれども、データベースごとに振る舞いが違う必要があるのは、スキーマダンパーと、あとマイグレーションのコンパチビリティですね。実は Rails 5.2 で、スキーマダンパーがコネクションアダプターごとに実装されているように変わっています。はい。ちょっと時間がないので、詳細を細かいと見てください。で、あと Rails 6でですね、これは私が今やろうとしていることは、あとはマイグレーションコンパチビリティが、バージョン、マイグレーションバージョンより、両前の違い。アクティブレコードと、マイグレーション、括弧 5.1 みたいなものの、振る舞いの違いと、あとデータベースアダプターによる振る舞いの違いを同じファイルで2つ吸収しているのがあるので、それをですね、データベースごとの振る舞いを、モジュールかクラスに分裂しようとして、試みを今やっている最中に。はい。で、最後になんですけども、まあ、こういったこと、
等に興味があれば、OSS パッチ化へぜひ参加ください。と、次回は7月19日です。はい。ということで、以上になります。ご清聴ありがとうございました。